ごめんね、付き合わせちゃって。二人とも岡山駅で待っててくれてもよかったのに。何言ってんだ。マサキを救い出したいって気持ちは俺たちも一緒さ。そうだぜ、俺たち友達じゃないか。ありがとう、土田くん、天ヶ崎くん。それにしても本当にここは岡山か。ものすごいジャングルだぜ。これもおそらくあの人たちの仕業よ。マサキをさらった妖怪バスターズとかいう奴らか。とんでもねえな。土田くん危ない。ドア毒蛇だわ。だはや、そんなことで参ると思ったら大間違いよ。デチ君待っててね、もうすぐ助けに行くわ。デチ君やるわね、あの子。来られるものなら来てみやがれ。このジャングルはてめえが思ってるほどやわじゃねえぜ。よま、恥ずかしがらなくてよろしいんですのよ。さあ背中を流して差し上げますわ。結構です。ああ天地さんたらお約束なんだから、ここからは逃げられませんよ。海星さん。天地くん、逃げられないって言ってるでしょ。観念して温泉を楽しもうよ、天地兄ちゃん。やお咲夜さん。ルンチはい、一緒にお風呂に入ろう。助けて。しかし、マサキの実家はとんでもねえ山奥にあるな。方角はこっちでいいのか、熊代。もちろんよ、前に来たことあるの。あっちが天智くんの家よ。油断しないで、ここはもう彼女たちのテリトリーなのよ。うん、トラップでも仕掛けてあるっていうのか。心配すんな。こう見えても天満宮高校のキングオブサバイバルゲーマーと呼ばれたこの天ヶ崎様にかかればこんなジャングル。バカな、そんなバカな。天ヶ崎動かないで。父だ。見なさい。ああ、それじゃあ尼崎は見捨てろってのか。まさか、マガサキ、土とはマガサキ、ちったマガ、ちったじゃあな。おい、見捨てんのか。マサキを取り返したら必ず迎えに来る。で、ああやだやだ、今助けてくんなきゃやだ。マサキを取り返したら必ず迎えに来る。で、ああやだやだ、今助けてくんなきゃやだ。ダダっこかおめえは。仕方ねえだろう、助けたくても罠だらけなんだから。聞いてんのか、こら、うん、おい。あ、そう。じゃあもう知りませんからね、ずっとそうやっていなさい。いやだもん、しないもん。振り返っちゃダメだ。このまま知らん顔していくんだ。でも天ヶ崎くんの様子が。キングオブサバイバルゲーマー、あいつの言ってたことは嘘じゃない。ただその本当の力が現れるのは、あいつが泣き出した時なんだ。
ップが全部作動してるよ。嬉しいね、仕掛けた甲斐があったってもんだ。あれは天智兄ちゃん、ナナ、はい。もあろうかと携帯シェルターを用意しておいて助かったわ。それにしてもすごい爆発だったわね。さて、天智くんを助けに行かなくちゃ。く、熊代、今の声は土田くん。浜ヶ崎くん、ごめんなさい、すっかり忘れてた。謝るのは俺の方さ、こんなことになっちまって。いいのよ、私はピンピンしてるから。俺たちのことは心配しないで行ってくれ熊代。全然心配しないから安心して。ちょっとぐらいは心配して。わかったわ、ちょっとだけよ。それじゃ。あ、携帯シェルターを持ってるなんて何者なんだお前は。人は私を神代って呼ぶわ。熊代とは読めないらしいのよ。答えになってねえよ。すごいね。ジャングルは本能遊びさ。お前の死に場所はこの浮遊温泉だ。よく来たな白熊サクヤ。だがここまでだ、エンチは誰にも渡さないぜ。エンチ君は必ず私が取り戻してみせるわ。